全国のダンサー諸君、家をダンススタジオにしたいか。賛成多数ということでね。どうもジョージアール日の野口です。いやもうね、うちで踊るのはもういい。この間稽古場を見に行ったらね、もうめちゃくちゃに工事してて、悪の10月って言われちゃったんです。僕はジョージアの民族舞踊を日本に広めるために活動していて、現地でその民族舞踊を踊ってるものなんですけれども、もうね、いい加減待つのうんざりでね、ひらめいたんですよ。いくら待ってもね、稽古場が開かないんだったら家をダンススタジオにしちゃったらいいんじゃないかって。ってことでね、今回取り上げていくのは床に貼るシートですね。ダンススタジオの床ってこうやってツルツル滑らないようにね、リノリウムっていうシートが貼られてるんですけれども、特にね、バレエとかジョージア民族舞踊もこのリノリウムが敷かれてるのが一般的なんですよ。もうフローリングだとね、滑り倒してしまうんで。実はね、以前の動画でこのシートを探しに行った動画があるんですけど、結局見つからないっていう不毛な動画になってしまったんで、今回はね、もうすでに見つけております。そのシートをね、この床に貼っつけてやろうと思います。失礼します。オーナーさん、ありがとうございます。それではやっていこう。いきますよ。はい、こちらのね、ゴルギアにシートがあるって聞いたんで、ちょっと行ってきます。ありました。じゃあね、帰ってこいつを設置していこうと思います。ということで、こちらシャンデリア。これは、
というわけでね、家をダンススタジオにする作戦大成功ということでね。まあこの動画でね、何が言いたいのかと言いますと、ジョージアだったらね、こんなこともできちゃう。もう本当にオーナーさんありがとうございます。いつもお世話になってます。僕の目標はね、今あるこのシートをね、10倍ぐらい張れるぐらい広いスタジオを日本に建てて、ジョージアの民族舞踊をね、日本の皆様に教えまくるっていうね、どでかい夢があるんで、ぜひぜひチャンネル登録をして応援してくれたら嬉しいです。日本人初ジョージアンダンサーとしてね、ジョージア民族舞踊を教えるオンラインレッスンなんかもやってるんで、もしね、万が一興味がある方がいらっしゃいましたら、コメント欄とか、あとツイッターをフォローしてメッセージとかいただけたらなと思います。まあもし本当に興味がございましたら。でね、日本に帰れなくなったっていうのはね、今ジョージアの国際線の発着が9月末まで運行停止が延期になっちゃったんですよね。あの一部の国を除いて、ミュンヘンとパリとリガだから、ドイツとフランスとラトビアを除いて、もう航空便の離発着が全部停止になっちゃってるので、まあ日本にね、帰る手段がないわけではないんですけど、ちょっと複雑になっておりまして、定期便が出なくなっちゃってるんでね。まあこの運行停止もね、延期になって延期になってっていう状況なんで、実際のところはね、いつまでこれが続くのかはちょっと全く予想がつかない状況になっちゃってますね。ドイツから来た人が入国拒否をされちゃったっていう事例もあるんで、もう何もかもちょっと不安定で、今はちょっとこれが正しいっていうことは、ね、何一つ言えない状況になっちゃってます。まあ無事世界が元に戻ったら、ぜひ皆さんジョージアに旅行に来てみてください。そしてぜひジョージアの民族舞踊に興味を持っていただけたら嬉しいです。この動画が良かったら高評価の方をよろしくお願いいたします。それではまた次回。グッドホープがもいつるある日、チャンネル登録お願いします。バイバーイ。